さきちゃんは、はい、初めて出てもらった時からクラブが変わりましたね。変わりました。全部。なんでこれ急に変わったんですか。去年の11月にお父さんがこれを使えって言って送られてきたのがこれです。父さん優しすぎません。嬉しかった。でも最初はこれ全部メンズで、ね、そう。でも一本一本今まで使ってたレディースのやつよりも本当 1.2 倍とかくらい重くなって振り遅れがすごくてめっちゃ右に飛んでました最初。でも今全然だね、うん、しっかり振れてるし。今はそう慣れてきたけど最初本当に合ってなさすぎて、もうこれ本当返品したいってめっちゃ思ってたもう嫌だみたいな。伸びました距離も。うん、距離はこのドライバーとかは、うんうん、コンスタントにちゃんと当たって200は飛ぶようになったなっていう印象があります、うん。では、すべてゼクシオかな。すべてゼクシオです。ゼクシオ10。 あ、ないんです。ない。シャフトは SR。 SR? はい。 SR?、うん、ちょっと衝撃だった。私 R かなと思ってた。 SR。 そう、ちょっとそれは最初大変だわ。そう、最初もだから本当にもう重い、合わない、ね、そう、最初辛かったです。そう。で、からのアイアンのシャフトも SR。 全部、そう。何も。お父さん、お父さん、お父さん、さきちゃんに試練を与えますね。で、ウェッジとかもなんか入れてる？そのまま全部？もう多分全部 S P A S P A S。 そう、もう全部じゃあ純正の SR の。そう、もともとついてるっていうか、そうセットになってるやつ。そう、でも並びもいいしね。あの、そう、番手もね、もう全然いい。で、パターは何使ってますか？パターだけオデッセイ。前と一緒？前と一緒、うん、変わらずですね。変わらず、これが相性いいです。ピンタイプ。ピンタイプ、はい。だから前のクラブを棚に振ると、え、何これってなる。おもちゃみたいな感じ。そう、悪いってなる。そんだけパワーがつきました。はい、つきました。これちょっと吹き流しより右の方がちょっと安全な気がするよ、さきちゃん。より右。ちょっとさきちゃん飛ぶから、あの左はちょっとほんと危険かも。右。うん、はい。お、いいよ。戻れ、戻れ。うん、多分戻れ。大丈夫だと思う。パー5だよね。パー5。うん。うん、いい、いい、ナイス。ナイスショー。完璧。完璧だね。安全です。戻って。ちょっと待って、大丈夫。あ、右にキップした。モシャモシャのモシャモシャ方面。も最近得意なクラブは何ですか。でもやっぱドライバーかも。前もそうだったっけ。一番飛ぶし、うん、だしドローが出た時の、うんうん、なんか爽快感。そう、うわーってなる、うん、はい、元々フェードだから。ナナエちゃんは、私は一番好きなクラブはユーティリティの7番。なんかすごいマイナーのクラブが割と安定して、そんなブレない。U7 だと130ぐらいとこから、残り130ぐらいだと割と自信持って打てる。二人とも好きなクラブがだいぶ違いました。だいぶ違いました。はい。行く。はい。オッケーです。気をつけてね。はい。はい。おお。抜いてった。抜けました。ナイス。前に行ってます。大丈夫。うん、うん。バンカー手前のね。ラフだと思う。うん、入ってないです。ひなちゃん頑張ってます。このホールはちょっとミスが続いてるんですが、ここでリカバーしたいですね。お、いいんじゃない。いい感じに打ったよ。足りなかったみたいですね。手振ってます。大丈夫、超えた。大丈夫、とりあえず。でも、でも。
このバンカーは行けたら本当えげつなかったね。顎高め。ました。17番ホールです。そうなの、ここは日本一高いバンカーのあるホールです。皆さん伝わりますか？あれすごいね。何メートル？5メートルくらい。これです。見えないじゃん、ね、ただ全然全然動画だと低い。ちょっとなんか 入っていかないと。そうだよね。今日のピンチはこっちなので入る可能性はありませんが、ちょっと出るかどうか試したいですね。上げてます。お、いいんじゃない？いい？うん、いや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 、さきちゃん風ちょっと大きすぎた？風なくなった。ちょっと大きすぎたね今。そう、入れないと思ってたバンカーに入ってしまった。風が変わるね、上げたり。これをちょっと行ってきますね。お、階段がある。わ、絶対出ないこれ。ちょっと試してみます。行きますよ。うわ、出た。一応出ました。おお、やめてくれ。おー、止まりました。あ、また強い。なんでこんな強くってやんだろう。全然大丈夫だ。大丈夫。おわ、なんでおじさん入ってるかも。おじさんの中に。うん、ナイスショー。大丈夫。あそこは全然、うん、大丈夫。ナイスショー。おー、オッケー、ナイス。ナイス。皆さん、最初ホールです。最初ホールです。どうでしたか、前半、オークビレッジ。めっちゃ難しい。難しいね、気が抜けないね。気が抜けない、ずっと。本当に難しかった。いい感じに打ってっても、その先がまだまだ難関が待ち受けてるコースといいますか。フェアウェイもずっとうねうねしてるし。確かに確かに傾斜難しいね。傾斜ね、うん、頭使いますね、うん、では最終ホールなんでみんな頑張ってパーで上がろう。はーい、頑張りまーす。ラフからの徳咲ちゃんだろか。
位置が相当むずい。65、58で。高い。ナイス、うん、ナイスアプローチです。パーを取るぞ。いいよ、全然あのマーク、うん、すごい。ナイスパー、寄せワン。ナイスパー。ナイス。お昼です。食べます。みんな一緒でした。鶏のフカヒレあんみたい。唐揚げ。美味しい？うん、美味しい。うん、何味？フカヒレ？何味？普通の唐揚げにあんかけがかかってる感じ。これは普通に唐揚げの味する。これ？うん、これ美味しいよ。うん、美味しいです。うん、美味しいね。こんな感じでーす。 YouTube のこれ小さい。これ小さい。YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。